新澤俊彦、中川博隆、トークセッション、僕たちの歌。雲が魚の形、ふんわりと帽子を投げたらパクンと食べた。あやん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 。空を見てたら雲がウサギの形、ふんわりと帽子を投げたらぴょこんと跳ねた。やん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 たら雲がリンゴの形、ふわりと帽子を投げたらポトンと落ちた。やん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 そらを見てたら聞いていただきました。レゲエ、はい、レゲエだね。ねえ、うん、レゲエですよ。これレゲエの曲がついて結構びっくりしました。あのヤンヤンヤンっていうの歌詞にあったの？あったかな。あんまり書いた覚えがない。僕はあんまり覚え、中川さんなんじゃないかな。そうか、ヤンヤンヤンがあったからこんな曲になったのかもしれないけれど、でも覚えてない。僕は全然レゲエをイメージしたものじゃなくて、うん、これはすごく逆に伝統的な、うん、日本の子供の歌の歌詞っていうか、雲が不思議な形でそれが何かに見えて、なんか帽子をなんか投げたらそれがパッと動いてみたいな、うん、ちょっとそういうのを素朴に書いたわけよ。だからこう普通だったら素朴な曲がつきそうなところをガラッとこう世界観を変えて、これレゲ、もともとレゲエで作ったの中川さん。なんだかな、なんだかこんな風になったんだね。なんかね、パーッとこう国籍とかをこう超えていく感じがすごくいいと思いますね、うん、でこう歌を作るって、そのまず詞を書いて曲がついてアレンジされて歌われてって、その度にどん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 変わっていって、こう最後こうゴールが、あ、こういうとこにゴールしていくんだっていうか、すっごく面白いなっていつも思うんですけど、うん、特にこれは意外な感じがした。だからもともと子供がこうつぶやいてるみたいな感じで始まってるわけよ。子供がそら、あ、なんかあの雲が変な形してるぐらいのことで書いたやつが、なんかみんなでやんやんって楽しむ歌にこう変わっていく感じとかが、歌を作るって面白いなって。あの特にこれステージなんかでちょっと遊び歌みたいにやったりしたでしょ。そうだね、珍しい、うんうん、なんかこういう、こう会場の皆さんにこう聞いてみたいね。よくやりましたね。どんな雲に見えたみたいな感じで、うん、で帽子投げたらどうなった、ねね、それがすごく、うん、あの映像が浮かびやすいっていうか、うんうん、
この曲調とアレンジもすごく良くて、うん、楽しい感じっていうか、うん、あこんな風にワクワクするものになるんだなと思って、うん、ご機嫌って感じのナンバーですね、うん、もうこういうアレンジになって福岡なんかもね、うんうん、だめはじへんねんまはなんか言って不思議な踊り、うん、こうグルーヴがやっぱ素晴らしいんだよ、そうね、体ね、うん、俺らもこれ体回っちゃうのそう、ね、これ楕円のノリって俺たち言ってましたけどね、でこれやっぱ中川さんのノリなんじゃないですかね、うん、だから歌唱が中川さんでやっぱりその感じ出てるよね、もうなりってるよね、歌い方、うんうん、のようなのようなそうそう決してやってそう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 、うん、ということで、はい